はい、おはようございます。大キャノンです。今日ですね、コメダコーヒーモーニングに来ました。土日の方がなんかね、落ち着けていいですね。どうしても平日は早く出なきゃいけないっていうのがね、あるんで、なんか注文が遅かった時とかすごいイライラしちゃうんですけど、今日は全然余裕です。はい、今日はね、ちょっとゆで卵の A セットにしてみました。この前 A セット頼んだ時にね、なぜか塩をかけ忘れるというですね、ことをしてしまったので、今日はそのリベンジでちゃんと塩かけて食べたいなと思っています。はい、あ、でもゆで卵ってね、なんか、まあ、私はちょっと、まあ、このまままこなり社長ゆずりなんですけど、なんか言ってるやつがいいっすね。もうでも全然 A セットはもうただなんで無料みたいなもんですよ。それでこのクオリティのゆで卵は食べられる。まあうまく作れる人はいいんですけど、うまく作れる人もやっぱ時間使うわけじゃないですか。時間とガス代と卵代で、コンビニとかでも100円しない値段で売ってるんでね、もう私はもうこのクオリティのゆで卵を食べるためにはもう100円以下なら余裕ですよ。それより時間の方がもったいないですね。はい、ではちょっとね、朝をゆったり過ごしたいと思います。今日は忘れずに食べれました。やっぱ美味しいよね。しかもなんか若干殻も剥きやすい気がするんだけど、これは気のせいかな。すごい発見がありました。コメダコーヒーの塩の中にはなんとコーヒー豆が入っている。これはですね、なんか今ちょっと調べたんですけど、湿気を抑えるためらしいですね。なんか塩は水分を吸収しやすいから、そういう湿気って固まっちゃうらしいんですけど、それを抑える働きがコーヒー豆にあるそうです。すごいね。しかも米がコーヒーに合ってるよね。素晴らしい。やっぱなんかいろいろね、有名なお店にはいろんなところに工夫があるんですね。はい、じゃあ今日もね、食べることができたんで、しっかりね頑張っていきたいなと思います。今日は、ちょっとですね、出かけたりもしたいなと思っているので、もちろん感染防止にはしっかり気をつけて行ってきます。それでは皆さんも良い一日をお過ごしください。この後ちょっとスタンプ溜まってると思う、溜まると思うんで抽選もやります。はい、ではね、溜まってるので行きたいと思います。もうこれで7回目の抽選が当たるのかどうか、いくぞ。これだ。もう B 賞でいいんだ。 A 賞は A 賞はもう少なすぎるから、遅いな。さあどうなるのか。またなんか結果もこんな感じで出るのか。はっ、いけー、まだだ。もう一回いこう。なんでだよ。ああもう7回目だぞ。なんとまた当たりませんでした。ちょっとね残念ですけど、まあ仕方がないですね。はい、ではね、またまああと1回ぐらいはいけるように、まあもう本当にキャンペーンもあとわずかになってきたんで、またねやりたいなと思います。それでは皆さんもね、いい一日にしてください。さよなら。